この基地局整備をですね、シンボル的存在としまして、知床観光の、より一層のですね、安心安全の実現を、発信していただくことを、期待して、おります。先月、オホーツクの斜里町で総務省などが知床半島における携帯電話の通信エリア拡大について町や携帯電話事業者などと話し合いを行いました。きっかけとなったのは一昨年の観光船事故。当時カズワンの船長は携帯電話を通信手段としていましたが、事故現場は県外でした。そのため総務省などは新たに基地局を設置し、来年3月までに知床半島での県外エリアを解消する計画を進めています。まだまだあの事故の傷は癒されておりませんが、この知床半島に来られる方々が本当に安心してこのフィールドで楽しんでいただけるということ、それを目指してまいりたいというふうに思います。基地局の一つは知床岬灯台に設置されますが、電源が近くにありません。そのため総務省などはサッカーコート1面分に相当するおよそ7000平方メートルに264枚の太陽光パネルを設置する計画を立てています。またそこから灯台までのおよそ2キロの土を掘り返し、電線などを埋める予定です。世界自然遺産であり国立公園でもある知床での太陽光発電設置工事、自然保護団体は知床の自然を脅かしかねないと国などに意見書を提出しています。普段人が入らないようなエリアですので、まあ、そういった工事の人たちが入ることによる、まあ、熊だとかそういった生き物たちへの影響というのは十分あると思います。世界自然遺産という厳正な自然が残されたことがやっぱり意味があってですね、まあ、そこに太陽光パネルが引かれるっていうのはやっぱりもっと慎重にですね考えるべき。こうした声に対し環境大臣は、知床世界遺産の顕著で普遍的な価値である陸と海の生態系の連続性、生物多様性に影響する可能性のある大規模な新規工事に該当しないと認識しております。知床の世界自然遺産地域の管理に関わる専門家は、携帯電話が唯一の安全性向上策なのかというのをですね、合理的な理由だということを説明できることが必要だと考えていましたので、こうした重要な案件は関係者が一堂に集まってオープンな場で検討をする必要があったと思います。携帯電話が通じる安心安全な知床、貴重な自然と景観を守りながらその目標を実現することはできるのでしょうか。